ダボは、フランス、グランテスト地域圏、モゼル圏のコミューン。かつてのダボ博領の本拠地で、1793年に、フランスに併合された。地理的にはペード・サール・ブールの一部であり、歴史的にも、文化的にも、ロレーヌの一部である。ダボ岩とサンレオンで敗道ダボは、モゼル圏側のボージュ山脈の中心部に位置する村で、サール・ブール、サベルヌ、ファルス・ブールの間にある。 コミューンの広大な領土は、傍受山脈の西斜面、砂岩部分に広がっている。約2億5000年前から2億4000年前にかけて、できた、ブントサンドシュタイン砂岩が、コミューン環境の重要な要素を構成している。コミューン内のあらゆる場所にある、砂岩構造は、地層が古いことを示す典型で、それは、崩れやすい起伏をもたらしている。植物省は、 土壌の酸性度を高めることになる砂岩基質によく適応しており、棘のある植物や死田植物がコミューンの大部分を覆っている。地元のシンボルであるダボ岩は砂岩でできた山の頂上に置いて標高647メートルに達する。ドレーヌ高原地帯と比較して、こうした防樹山脈の丘陵地帯では、その起伏が西側から来た湿気を含む風を遮らせ過剰な 降水量をもたらす。ダボにおいて、年平均1000ミリ以上の降水量がある一方、サールブールの降水量は年平均800ミリ、メスでは年平均740ミリをわずかに超える程度である。言語学的には、19世紀のダボは、北部や東部でドイツ語を話す少数民族ともに、ラインフランケン語を話す人々が多数派となっていた。ゲルマン語のダに、 ゲルマン語のマイナスブルグが続いてできた名称である。ダボ住民を意味するニックネームとして大クスがある。17世紀にマテウス・メリアンが描いたダグスブルク遺跡の存在が石器時代、その後のケルト人、ゲルマン系のトリボ氏族、ローマ人、フランク人の定住があったことを証明している。3つのカモンがダボを支配した。9世紀から10世紀にかけて、 アルザス公とカロリング町の公を輩出したダグスブルク家、13世紀初頭まで続いたエギスハイム家、ドイツを本拠地としたライ人間ヘーデスハイム家とライ人間ハルデンブルク家の子孫であるライ人間家である。ラボ博領は10世紀初頭、エティション家のノルトガウ博封後、一世に属し、その後934年頃に息子のエーベルハルト4世が治めていた。 ダボの城が築かれたのはこの時代である。岩の周りを城壁が取り囲み、住居等、小さな監視等、倉庫、旧車、貯水池が含まれていた。神聖ローマ帝国の直接統治を受け、1793年までダボ白領は帝国の一部だった。エーベルハルト4世の孫娘ヘルビケは、婚姻によりダボをエギスハイム白風を7世にもたらした。 エギスハイムダグスブルク家で、最も有名なのは、トゥール司教そしてローマ教皇となった、フーゴ、七世とヘルビケノコブルーノフォン、エギスハイムダグスブルクである。1234年、ダボ白漁を継承したのは、雷人間家だった。アルベルト二世の娘で相続人である、ゲルトルートの三度目の結婚相手が、ジモンフォン雷人間であった。この雷人間ダグスブルク家が、 フランス革命まで統治した。1648年10月24日、ベスト・ファーレン条約でアルザスはフランスに割上された。大帝国国境で領土併合政策を取るルイ14世に中誠を誓うことを拒否したライニンゲンダグスブルク家の伯爵たちは1672年にフランスに対して武器を取った。しかし、城の前で長期の包囲が行われ、 軍の前進の妨げになり、1677年3月13日に降伏した。ダボの城は、1679年に、ルイ14世と大臣ルーボア公爵の命令で破壊された。しかしながら、1697年のレースウェーク条約では、ダボ白領は、ドレーヌ公国に囲まれたドイツ諸公の飛び地として、独立し、アルザスは、フランス領となった。 1793年、ライン・エンダグスブルクは国民公会が没収する諸公領に数えられ、統治権はフランスにもたらされた。ダボ白領はムルト県に併合された。1801年にナポレオン・ボナパルトと神聖ローマ帝国の間で締結されたルネビルの和訳で、ライニン間家がフランスに所有していた領地の喪失に対する保障として、 バイエルンのアモールバッハが与えられた。一世紀半後の間、岩山の頂上は、剥き出しのままだったが、1825年に、サンデオン礼拝堂が建設された。悪天候によって1889年に、建物が解体され、展望塔が付け足された上で、ネオロマン様式で再建された。新しい礼拝堂は1892年から、使われている。 1983年7月19日、フランス・ワミッテラン大統領とヘルムート・コール首相による非公式の出属首脳会談がダボで開催された。2016年時点のコミューン人口は2527人で、2011年時点の人口より4.43%減少した。参照も1962年から1999年までは複数コミューンに、 住所登録をする者の,の重複文を除いた者。それ以降は、当該コミューンの人口統計による者。1999年まで、イヘス、カシニー、2006年以降 i NSEE。ありがとうございます。